山中造船株式会社は日本の造船メーカーである独立系の中堅造船メーカー内航貨物船の建造を主力としている1998年にエラ型船と称する貨物層の内容積を確保しつつ低燃費、高高速力を向上させる船体形状を特許を取得している2001年に大手造船メーカーが建造した船舶が 受賞作品として名を連ねる中、同社が建造した、努力貨物船、泉章が、日本造船学会のシップ・オブ・ザイ・イヤー・を受賞している。また、2005年に、奈良崎造船と内航貨物船建造に関する業務提携を結んでいる。2014年3月に、今治市の大島の塩田跡地に、従来の約2.5倍の敷地面積となる新工場を建設し、 本社、工場を、今治市並方町から移転した。山中造船、愛媛、大島に新造船小型化に対応日本経済、新聞、2014年3月31日閲覧。山中造船が、今治、大島に新工場愛媛新聞、2014年3月31日、閲覧。ストゥー48号、ステージの役目を得る。c 2 c に期よ。 劇場戦としての魅力発信に貢献日本開示、新聞電子版2021年1月17日閲覧 Ship of the Year 00山中造船建造泉小に決定日本開示新聞電子版2021年1月17日閲覧ありがとうございます